皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。フジテレビにて、新たな大型バラエティ特番、ザベッドが、6月24日19時から放送される。ザベッドは、7月スタートの新ドラマや人気バラエティ番組に出演する豪華出演者一同が集合し、様々な対決の結果を予想していくバラエティ。今回は3時間スペシャルで放送され、 各チームが優勝を目指して予想バトルを繰り広げる。MC は川島明、キリンと池田美優が務める。夏ドラマ出演の豪華俳優陣が大集合。ザベットでは月9ドラマ「海の輪じまり」7月1日スタート。月10ドラマ「マウンテンドクター」7月8日スタート。水中ドラマ「新宿野戦病院」7月3日スタート。木曜劇場。ギークス、 警察署の変人たち7月4日スタート緊急ドラマ「ビリオン×スクール」7月5日スタートドリフに大挑戦8月5日19時の出演者陣が登場し全6組によるチーム対抗戦を実施出演者は以下の通り月9海の始まりチーム目黒連、スノーマン、有村架純泉谷聖奈子川琴音月10 マウンテンドクターチーム杉野洋介岡崎紗江宮沢絵馬、向井浩二スノーマン水中、新宿野戦病院チーム小池栄子中野大我橋本愛木曜劇場ギークス警察署の変人たちチーム松岡真由、田中みなみ滝沢カレン緊急ビリオン×スクールチーム山田涼介平成 ジャンプ、木浪遥、水野、ミッキー、ドリフに大挑戦チーム、加藤茶、柴田秀次、カンニング竹山、深沢達也、スノーマン、高切れに、桃色クローバー Z。VS 嵐のローリングコインタワーが4年ぶりに復活。ザ・ベッドは番組オリジナルの対決や、人気番組とのコラボ企画など、バリエーション豊か。VS 嵐 のローリングコインタワーが4年ぶりに復活ザ・ベッドは番組オリジナルの対決や人気番組とのコラボ企画などバリエーション豊かなベッドゲームが盛りだくさん新しいカギとのコラボ企画として幼稚園かくれんぼおじつ施し幼稚園に隠れた芸人たちを園児が制限時間内見つけられるかをベッドするまた今回出演する新ドラマ バラエティ番組のスタッフと協力し、それぞれの番組にまつわる問題も出題。月給ドラマ「海の始まり」からは「目黒蓮はおねだりをいくつ聞いてくれる」。緊急ドラマ「ビリオン×スクール」からは「松田元太、トラビスジャパンは共演者の名前を何人覚えている」など、ドラマとのコラボならではの問題も必見だ。さらに、人気番組「VS 嵐」。 の名物ゲームがなんと「ザ・ベット」で復活相葉雅紀のタイトルコールでローリングコインタワー美に開催これまで VS 嵐ないでローリングコインタワーを経験しているという有村架純山田涼介高木レニ柴田秀次カンニング竹山そして過去の体戦を振り返りそれぞれ話す中ひときわ熱量の高い人物がそれは 月球海の始まり、チームの古川琴音。嵐のファンで、過去にお台場合衆国で開催されていたローリングコインタワーを体験したことがあると明かす。スタジオは独特の緊張感に包まれる中、挑戦する出演者たちはヒヤヒヤした表情でゲームに挑む。固唾を飲んで見守った、手に汗握る繊維の行方はいかに。普段は見ることのできない、 チームの垣根をこしえたやりとりにも注目だ。コメント MC 川島明キリン、Q 収録を終えてみての感想を教えてください。なかなか普段バラエティーでお会いできない方にお会いできて嬉しかったです。結が前皆さんが真剣にベットしていて回答が重複する場面もありましたが全員がこの番組を盛り上げてくださったので収録していてとても楽しかったです。 特に印象に残っている場面はこれだけ豪華なメンバーの中で VTR で相方が一瞬出てきましてわら一般男性と紹介されていたのでいつか一緒に MC をやれるように頑張りたいなと思いましたわら MC 池田美優9、収録を終えてみての感想を教えてくださいこのセットといいお客さんの人数といい規模がすごかったです フジテレビがこの夏力を入れているんだなというのを肌で感じましたそんな番組の MC をやらせていただけたことが本当に光栄でただただ楽しかったです皆さんに助けられて楽しい番組になったと思います9特に印象に残っている場面はどこまで放送されるかわからないですがわら皆さんの特技披露コーナーは必見です 出演者の皆さんがチーム対抗戦で熱くなっている中、箸休め的なコーナーになっておりまして、視聴者の皆さんもこのコーナーを楽しみにしていただけたらと思います。企画総合演出満昇勇気バラエティ制作部、豪華芸能人が一堂に会するまさに新たなお祭り番組が誕生します。内容もドラマとバラエティがタッグを組んだ。 ここででしか見られない企画が満載ですまた個人的には VS 嵐の総合演出を13年にわたり務めていたので相葉さんのタイトルコールで「ローリングコインタワー」が復活した瞬間は感極まる思いでしたテレビだからこその祭典になっていると思いますぜひご期待ください番組情報フジテレビ系夏の新ドラマ大集合ザ・ベッド 6月24日月曜日19時から21時54分 MC 川島明キリン池田美優、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう